南京軍事法廷は1946年に蒋介石率いる中国国民党政府によって開かれた戦犯裁判。中国で戦争犯罪を犯したと目された日本軍関係者が日中戦争中の行為をもとにこの法廷で裁かれた。南京事件を報じたティンパーリーの1938年1月17日付電報。 谷俊夫に対する証拠として提出された。南京虐殺関連では、第6師団、長瀬俊夫、同師団の不評第45、連隊中隊長田中軍基地、及び、戦時中の新聞で100人切り競争を実施したと、報じられた、向井敏明少尉と野田武少尉が起訴され、谷が1947年4月に、残る3人が1947年12月に、 死刑判決を受け、処刑された。中国軍事法廷は、田中軍基地、向井敏明、野田武氏の犯行を特定する証人を見つけることはできなかった。判決では、被害者総数は30万人以上に達すると認定され、現在の中国政府が主張する犠牲者30万人以上説の根拠となっている。 中国国民党政府により開かれた軍事法廷はこのほか、広州、上海、北平、観光、災難、台北など中国共産党政府による軍事法廷には信用と体言がある。中国政府は南京事件に関する資料をユネスコ記憶遺産へ申請し、2015年南京軍事法廷における谷都夫への判決文、マイナーシールベーツの証言、 南京法廷による南京事件の調査報告書は他の事件記録資料と共に登録された。ABC ハタ彦、南京事件増補版中高新書 P46 ハタ彦、南京事件増補版中高新書 P49 エビ朝日新聞賞は22年12月20日。今田智美、百人切り裁判から南京へ文芸春秋 P117、派体久彦、南京事件増補版、中高新書、P49、派体久彦、南京事件増補版、中高新書、P50 南京軍事法廷判決、日中歴史共同研究第1期、日中歴史共同研究報告書、第2章日中戦争、日本軍の侵略と中国の公戦7ページ、中国の立場とソ連の立場、総論東京裁判とは、 何だったのか93から102ページ毎日新聞2015.1011ありがとうございます。